ドキドキワクワクのウノ対決。トイザラスのジェフリーともウノで勝負したよ。どっちが勝つのかな。最後にスペシャルなお知らせもあるよ。最後まで見てね。レッツプレイ。ああ暇だな。そういえばこういう時にみんなでウノをして遊んだっけ。そうだねえクボリン、何か面白そうなおもちゃでも見に行かない。賛成賛成。早速行くぞ。うん、着いた。おもちゃといえばトイザラスだよね。あれサンさん何持ってるの。あ、そういえばこのまま持ってっちゃった。もうサンさんのうっかりさん。早速行ってみよう。これってもしかして、やっぱりジェフリーだ。こんなところで何してるの。なるほど、ジェフリーもおもちゃを探しに来たんだね。これはウノだよ。サンさんがおっちょこちょいね持ってきちゃったの。ウノやってみたいの。なになに、サンさんと勝負がしたいって。あーもちろんいいよ。これはすごい勝負になりそうですな。お家に帰って早くやろうよ。そうだね、じゃあジェフリーも一緒に行こう。着いた。ただいま。よし、じゃあ早速いざ尋常に勝負。ジェフリーと勝負する僕を応援してくれる子はグッドボタン。はいはい、僕が配る。うーのー混ぜ混ぜ、うーのー混ぜ混ぜ、分けて分けて、はい準備 OK。 あれクモリン、僕とジェフリーで枚数が違うよ。ありゃ何枚だっけ。もう7枚でしょ。そうだったそうだった、やり直し。もうよし、これで完璧。この勝負実況はこのクモリンがやらせてもらいます。じゃあ僕から。おっと、これは青の8っていうことは、僕が出せるのは同じ数字のこれか同じ青色のこれだね。そしたら僕の大好きな赤色に決めた。このカードが赤色に変わりました。さあジェフリーは何を出すのでしょう。場のカードと同じ赤のカードです。そしたら同じ色のこれだ。早い。さあサンさんどうする。出せるカードがないよ。ってそうだこれだ。それはワイルドカード。このカードは色を選べるから、緑。このカードが黄色から緑に変わりました。おっとドロー2です。サンさんカードを2枚引く。ちょっとこれだ。盛り上がってまいりました。よし、あとはこれだけ。の枚数はジェフリーに勝ってる。これであと1枚。サンさんウノって言ってない。おー、しまった。はい、2枚追加です。もうちょっとだったのに。楽しそうね。今ジェフリーとウノで勝負してたの。次は僕も入るから
っかくならこれで遊んでみない？僕たちがカードになってる。こっちはなんだろう。これはここを切ってここの線のところをしっかりと折ったらここに糊かテープをつけるわよ。サンさんたちが見えるようにくっつけたら完成。これは私たちのサイコロよ。すっごーい。あ、ジェフリーもいるよ。このサイコロカードを引いたらサイコロを振って出てきたマスの指示に従ってちょうだい。スキップとかリバースもあるんだね。じゃあ誰が一番にウノって言えるか勝負だ。それじゃあカードを配るわね。ウノ混ぜ混ぜ、ウノ混ぜ混ぜ、分けて分けて。はい、準備 OK よ。最初のカードはこれだね。じゃあ僕から。この中だったらこれにしよっと。あら、早速色を変えたのね。次、ジェフリーだよ。書けなかったら1枚引かなきゃ。あ、それはサイコロカードね。サイコロ振らなきゃ。何が出るかな、何が出るかな。あ、クドリルマスだ。次の人は1回お休みって僕じゃないか。クモリン残念ね。じゃあ私はこれにするわ。僕はこれ。やっと出せる。ぬぬぬ。僕にも出た。さあサイコロを振ってちょうだい。うん、これはノイズのマスだわ。なになに、サイコロを振った人がカードを5枚引いてね。ですって。うそーん、サンサン終わらないかもに。もう絶対ウノって言ってみせるんだから。おーい、これね。よし、うん、これね。よし、これだけ。このカードで出せるのはこれだ。ウノ、サンさんすごいわね。一番カード多かったのに。はい、あ、それはやったー、上がりだ。サンさんすごい、おめでとう。ウノは言えなかったけど楽しかった。ねえねえ、次はビビーとかプリルも呼ぼうよ。いいわね、大人数も盛り上がりそうね。僕誘ってくる。で、早すぎ。最後まで見てくれたみんなに素敵なお知らせがあるよ。トイザラスに来てウノシリーズを買ってくれたお友達にトイザラス全店先着合計3000名様限定でサンサンとジェフリーのウノサイコロ&サイコロカードセットをプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。みんなも僕たちみたいに遊んでみてね。クイズとのノイズのマスはカードを何枚引くんだっけ。1、4枚、2、3枚、3、5枚。マスの答えは、そうだ、うわー